はい、皆様こんにちは、こんばんは、アルミティです。お久しぶりでございます。なんだかんだで1週間ぐらい、そこまでいかないかはい、ちょっとネット界から遠ざかっておりまして、まだ全然ね、片付けが終わってないんですけど、ちょっと気分転換にお話ししたいなと思ってビデオ回してます。引っ越してきてからですね、マロンさんとあとみーちゃんからかなお手紙が届いて、で引っ越す直前にガーデンフラワーさんからお手紙が届いて、ちょっとねそちらの紹介がねちょっとゆっくりできないので、また落ち着いたらさせていただきたいなって思ってるんですけど、無事にね到着してるんで、本当にはいありがとうございます。本来はね引っ越してきて次の日になんて言うんだろう収納するための棚というかショーウィンドウみたいなやつですね、キティちゃんをねインテリア的にこう飾るための棚がね2つ届くはずだったんですけど、まあ待てど暮らせど届かないで、なぜだろうと思ったら、引っ越し準備でちょっと見逃してたんですけど、メールが来てて、まあ、品切れ中ですとで、お届けが20日入荷になりますと書いてあって、最短で21にお届けになると。でそのメールがまあぶっちゃけ11月末とか12月初めぐらいに来てて、まあ気づかなかったんですよね。で7日以内に返事をくださらないと注文キャンセルになりますって書いてあって、もうめっちゃ焦ったんですけど、とりあえず連絡したらどうやら、まあ、会社側の方がまだキャンセルしてなくてですね、まあ、そのままじゃあ入荷したら送りますということで、はい、21日の午前中にその棚が届く予定なので、それが届けばだいぶ片付くと思います。はい、ティーちゃんのものが入った箱が5箱ぐらいあって、で、まあ、その中の、まあ、一部をちゃんとこう綺麗に飾れたらなと思ってまして、でまあ何とも言えないですけど、飾れなかったうちのまあ半分ぐらいとかはちょっとこちらの方でまた売りに出そうかなと思ってるので、まあキティラーの方とかキティちゃんのまあぬいぐるみとかそのあたりが欲しいなという狙ってる方がいらっしゃれば、ぜひ引き取っていただきたいなと思います。はい、キティちゃんのと合わせて新たにいくつかお洋服も出そうかなと思ってて、まあお洋服は100円とかまあ高くても400円、500円ぐらいで、はい、まあ出そうかなと思ってるんで、まあ、キティちゃんと一緒にね、引き取ってくださると一番ありがたいんですけど、まあちょっとそういう感じで予定はしております。はい。そんな感じですね。多分年明けにしかそういうお譲り品動画は出せないので、まあ、学生の皆様であれば、例えばお年玉などを少し残しておいていただいて、はい、その動画を見て、引き取りたいなというものがあったらお声をかけていただきたいなと思います。はい、そんな感じですかね。今は、ちょっと分かんないと思うんですけど、リビングで撮ってて、今までねリビングなんてなかったんですよ我が家。ダイニングキッチン、7畳のダイニングキッチンが今まであって、で、まあ、リビングっていうものが存在しなかったんですけど、まあ、今回は
まあ、うん、まあ一応ダイニングキッチンなんですけど、まあ、リビング的なこう半分ずつでこう分かれてると考えたらいいのかな、ちょっと分かんないんですけどはい、一応ねそういう感じで少し広くなりましてね、声が響くというか、多分天井が少し高いからですかね。はい、今までのところより少しこう声が響くなというふうに、はい、入居して思いましたね。あきとくんの泣き声も見事に響き渡る感じですね。はい、昨日から離乳食を始めまして、ちょっと動画撮ったんですけどあんまりうまく撮れなかったので、またちょっと撮り直してアップできたらなと思います。全然食べないんですけどね、もう一口も食べませんでしたけどでもまあそれはそれで、初めのうちはそうだって聞いてるので、まあ気長にやっていこうかなとは思ってます。と3連休がね週末にありますね。3日目に HKCR ハローキティカフェレストランに、はい、あきとくんのハーフバースデーを6ヶ月祝いをねしに行こうかなと思って、はい、HKCR コースの料理を頼みました。はい、なのでまあそちらに食事に行って、まあそこでの収穫というか思い出のお話などはまた動画で撮れたらなとは思ってます。はい、まあちょっと部屋が片付かないとね、お部屋紹介ももちろんできないですし、ちょっと今撮るスペースもまたいつも通りパソコンのねところにちょっと背景がてらカレンダーを立てかけて撮ってるんですけど、ちょっとこう後ろを見せられないような状況で、はい、今までと何ら変わらないような環境で撮ってるんですけど、はい、あとねエアコンがまだついてないんですよ。超極寒地獄ですね。今首にマフラー巻いてますもん。あと靴下3枚履いて、新居なのになんかもう今までの隙間風が入ってくるお家とお家より着込んでるっていうね。はい、暖房器具がないのはちょっと大変ですね。まあ、秋人くんのところにだけオイルヒーターを置いてて、はい、そこで今すやすや寝ていただいてるわけなんですけれども、はい、大人2人組はね寒い中着込んで耐えております。エアコンがつくのが26なのであと1週間ですね。我慢します。今日は雪が降るって言われるほど寒かったので結構厳しかったですね。まあね、まあ、めいたとこでエアコンは取り付けられないので、はい26まで頑張りたいと思います。あと年賀状がまだ書けてません。すいません、本当に書こう書こうと思ってるんですけども、どうにも書けないですね。はい、なので1日到着は多分無理です。イラストとか書かなきゃ早いんですけど、ちょっと私のプライドがそれを許さないのでちょっとしたイラストは描きたいと思ってるんですよね。なのでまあもしかしたらお返事になっちゃうかもしれないです。私から先に到着するって方は少ないかもしれないんですけど、そこはねお許しいただけたらなと思います。こんな年末の多忙な時期にね引っ越しするなって話なんですけど、はい、まあ引っ越してしまったものはね仕方がないので頑張りたいなと、綺麗な形で新年を迎えたいなと思いますので、はい、頑張って片付けをね続けていきたいなと思います。まあ、ぶっちゃけ片付け飽きましたね。もうなんか疲れちゃってもう眠くて昼間
昼間眠いんですけど、もうとにかく寒くて もうね、寒くて作業進まないんですよ。あきとくんが寝てる部屋をこう閉め切るじゃないですか。ガサゴソうるさくなっちゃうんで。閉め切ったら、そのあきとくんの部屋のオイルヒーターは私には何の効力も持たないので、はい、私は寒い中作業するんですけど、まあ効率の悪いこと。ねえ、なかなか進まないですね。マグカップに入れたお茶とかもね、速攻冷めるっていう。なかなか冬の引っ越しは厳しいですね。はい。そんな感じでございます。仲良くさせていただいている方で、私に年賀状出したいよーなんて言ってくれる なんて言ってくださる変わり者の方がいたら、はい、メッセやらメールやらいただけたらと思いますので、メッセできない、仲いい方で、そういう方ってあんまりいないかもしれないですけど、はい、メッセできない方は、ね、G メールで構わないので、はい、おっしゃってくださいませ。ね、心境をお伝えいたします。くれぐれもね、個人情報は、ご自身の手元に残しておいていただいて、ね、他人には伝えないように お願いいたします。ちょっと最近いろいろありまして、もういろいろあって本当にね、心労というか、はい、どうしようかと思ってたんですけど、まあちょっと落ち着いたので、はい、そういう意味でも、はい、動画投稿をね、しようかなと思って撮らせていただきました。はい、ということで、以上になります。はい、すみません、なんかただただお話ししたくて撮ったので、ね、まあ旦那も帰ってこないし、今10時過ぎなんですけどね、ちょっと一人寂しくいるので はい、あきとくんも寝ちゃったし、みたいな感じで、まあせっかくのチャンスなので撮りました。はい。まあ私のね、声が聞きたいなーなんて人がいたらね、これ何回も見てください 気持ち悪い はい、ということで、またね、動画投稿したいなと思います。はい。私がいない間に寂しいなーなんて思ってくれた方がいたら、ルビティ嬉しいです。はい、ということで、ちょっと変なテンションで申し訳ないんですけど、今回はここで終わろうと思います。また落ち着いたら、はい、お部屋紹介などもね、順次撮っていきたいと思うので、まあちょこちょこ郵便物紹介などしながらね、お部屋紹介の準備はしていきたいなと思ってます。では、長々と喋りましたが、はい、最後まで見ていただいた方、本当にありがとうございます。では、バイバーイ。